こんにちは、久米原啓太郎です。日本一詳しい大学分析シリーズ、九州大学医学部生命科学科編やっていきます。よろしくお願いします。大学分析シリーズとは、コメントでリクエストいただいた大学の入試情報、出題傾向を徹底リサーチして、対策方法、おすすめの参考書まで動画で全て伝授するというシリーズです。このチャンネルでは、受験生に役立つ良質な情報を選別して、短い時間で効率よくインプットできるような動画を発信しています。今回の動画を最後までご覧いただくと、九州大学入試の特性を正確に理解して、最短のプロセスで勉強を進めることができるようになります。また、合格までのスケジュール感を把握して、今何をすべきかということがわかります。さらに科目別の最適な参考書もわかるので、効率的に点数を上げられるようになります。また動画の最後では、受験に役立つプレゼントも用意しています。ぜひ最後までご覧ください。まずは配点分析からやっていきます。共通テストが合計450点、二次試験が800点、二次試験が全体に占める割合は 64% となっています。続いて入試の基礎情報をまとめておきます。倍率は 3.6 倍、合格最低点は1250分の766.90、共通テストの得点目安は 75%、 偏差値の目安は 60.0 となっています。続いて対策スケジュールのイメージを載せておきます。ここでは理想通常耐の3段階で記載しています。耐えというのは、これ以上遅くなったらまずいよというギリギリのラインですので、参考にしてください。続いて各科目の分析をしていきます。まずは英語から。例年大問が5題出題されます。記述式の問題が中心です。大問の一つは小説かエッセイが出題されます。設問が時々英語で出題されますので、注意をしましょう。旧大の英語を勉強する上では、次のポイントを意識していってください。まず1つ目、大量の英文を読みこなしていくこと。融合問題なども出てきますので、たくさんの英文に当たる中で、そういった問題の対処方法も学んでおきましょう。続いて2つ目、問題1つに対しての処理速度をできるだけ速くすること。記述式の問題が中心で、時間が足りないという場合が多いです。なので速読力を鍛えるとともに、速解力ですね、素早く回答する力も鍛えておくようにしましょう。最後3点目、語句の知識はもちろんなんですけれども、文脈から語句の知識を類推できる力、これも高めておいてください。普段の学習からわからない単語が出てきたときに、すぐに辞書や単語帳で調べるのではなくて、類推をする、この練習をしておくのがいいと思います。英語おすすめの教材は、ポラリスの英語長文2、それから英作文ハイパートレーニングの自由英作文編です。続いて数学です。例年標準的な問題が中心なんですけれども、ややレベルが高い問題も数題出題されることがあります。煩雑な計算を要求されることもありますので、標準的な問題を中心に演習を積み重ねる中で、計算問題を最後まで解き抜く粘り強さ、これも培っておきましょう。また論証問題や融合問題も出題されますので、いろんな出題に対して焦ることなく取り組むことができるように準備もしておいてください。また近年難易度は少し上がり気味なので、そのあたりは注意をしておきましょう。数学おすすめの教材は、受かる計算シリーズ、それから九州大学の理系数学15カ年です。続いては科学です。例年大問が5題出題されます。2021年度は大問が1つ減って4題になりました。品質分野は理論、無機、有機、高分子です。化合物の電子式を書かされることも多いです。現役生は有機の問題がおろそかになりがちですので、早めに構造決定などの練習をしておきましょう。学習を進める際、標準的な問題にしっかり対応することを最優先に行ってほしいんですけれども、高得点を取るためには、教科書の参考、発展的なテーマまできっちりと習得しておくことが必要です。そしてとにかく時間が足りないという特徴もあります。手際よく、テンポよく処理していく、そういったトレーニングもしておいてください。科学おすすめの教材は、科学の良問問題集、それから科学の新研究です。続いては物理です。例年大問が3題出題されます。設問数、文章量、計算量が多いのが特徴です。毎年出題形式は同じで、大問1が力学、大問2が電磁気、大問3は波動、熱力学、原子物理のいずれかとなっています。力学と電磁気は優先的に学習を進めておきましょう。論述問題、グラフ作成、数値計算の方法などが出題されます。公式に当てはめるだけで解けるという問題はほとんど出題されませんので、物理現象を頭の中で正確にイメージする力、これが問われてきます。物理おすすめの教材は、物理のエッセンス、それから九州大学の過去問です。続いては生物です。難解な考察問題や煩雑な計算問題などはなくて、ほとんどが標準問題です。
教科書に記載されている重要項目をしっかりと理解できていれば高得点を取ることが可能です。指定時数に収めることが難解な論述問題が一部出題されますので、過去問や問題集で演習を通じて要点を簡潔にまとめる力、これを高めておいてください。生物おすすめの教材は大森先生の記述論述問題の解法、それから最強講義117講です。ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。ここまで見てくださった方に、今回使用したスライドと英語力が劇的に上がる兄弟子積式音読のやり方動画をプレゼントいたします。プレゼントの受け取り方法なんですけれども、動画下の概要欄から僕の公式 LINE に登録をしてください。無料で登録することができます。そして僕とのトーク画面で9代08と入力をして送信をしてください。そうしましたら折り返し、今回のスライドと動画をプレゼントいたします。音読は英語力を高めるとてもいい方法なんですけれども、多くの方が間違ったやり方をしてしまって、あまり成績が上がらないということになっています。ここで正しいやり方を身につけて英語力をぐんと高めてほしいなと思います。大学分析のリクエストはコメント欄で受け付けております。リクエストしていただいた大学の分析は順番にではあるんですけれども 100% やっていきます。チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。これからもこのチャンネルでは受験生に役立つ情報や勉強法をどんどん配信していきます。これからの動画も見てくださるととても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。